株主優待124個目の紹介は大日本塗料です。この銘柄は100株以上持ってますと1年に1回クオカード1000円分が来るんですがもう一つ制度がありまして長期保有銘柄と言いまして3年以上保有していると倍の2000円分のクオカードが来ると書いてあります。しかし私はまだ 買ってから3年以上経っていませんので、1000円分のクオカードが来ました。あとは株価の話に入るんですけれども、この銘柄は旧 NISA 制度で買っておりまして、2022年の9月5日に買っております。そして株価チャートを見ますと、これ10年分なんですけれども、ここで買えてますので、かなり安い時に買えました。まあこれ運が良かっただけです。何か分析の結果、ここがいいっていう思って買ったわけではないんです。 あとは財務状況と配当金の推移を出しておきます。そしてこれは、えー、大日本塗料の現在の株価が高いのか安いのかという判断の一つであります投資指標、まあ株価指標とも言いますけれども、それの表ですね。これを見ますと今の株価でもまだ安い感じはするんですけれども、買うかどうかの判断は自己責任でお願いいたします。 それでは短いですけれどもこれで株主優待124個目の紹介を終わります YouTuber 上風やまとチャンネル